ジェネス・ジェプコスゲーは、ケニアの陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリストである。リフトバレー州南利県、カビリルサング出身。ジェプコスゲーは、男子800メートルの世界記録保持者のウィルソン、キプケテルや、北京オリンピック800メートル金メダルのウィリフレット文芸を輩出している、カビリルサング村で生まれ育った。小学校から陸上を、始め、 1998年からは、ケニアの有力な女性ランナーを輩出している、シンゴレ女子高校に進学。7種競技の選手として、ケニアの高校チャンピオンに輝いたこともあった。しかし、当時の専門は400メートルハードルであった。1999年の世界ユース、陸上選手権のケニアの選考レースに出場しようと、 したが、この種目は先行レースのプログラムになかったので800メートルに出場。2位となりケニア代表となった。しかし、ポーランドのブイドホシチの世界ユースでは決勝に残れず敗退している。2000年には400メートルハードルと800メートルの2種目でケニアの高校チャンピオンに輝く。同年開催された東アフリカユース選手権では400メートルハードルで 優勝。800メートルでは2位となっている。2001年からエルドレットにあるトレーニングセンターでトレーニングを開始。1988年ソウルオリンピック金メダリストのポールエレングの指導のもと同年のアフリカジュニア選手権の800メートルで銀メダル。2002年にはジャマイカで開催された世界ジュニア選手権で金メダルを獲得した。 2003年にはオールアフリカゲームズの800メートルに出場。しかし予選で敗れ決勝進出はならなかった。2004年アテネオリンピックの年800メートルのケニア代表を決める代表選考レースで優勝。しかし参加標準記録を突破することができなかったためオリンピック代表となることはできなかった。同様に翌2005年、 ヘルシンキの世界選手権代表を決める先行レースでも優勝したが参加標準記録 B を破ったものの参加標準 A を突破することができなかったため世界選手権に出場することはできなかったジェップコスゲーは2006年に躍進の年を迎える3月24日にメルボルンで開催されたコモンウェルスゲームズの800メートルに出場モザンビークのマリアムトララに勝利し 1>, 1分57秒88で金メダルを獲得。また、同年のアフリカ選手権の800メートルでも優勝。この年、2度にわたり800メートルのケニア記録を更新し、同年のケニアスポーツーマン・オブ・ザ・イヤーを受賞。さらに、翌2007年8月28日、大阪で開催された世界選手権の800メートルで1分56秒04。 のケニア新記録で金メダルを獲得。この種目ではケニアの女性選手として初めての金メダルを獲得した。この年2年連続でケニアスポーツウーマン・オブ・ザ・イヤーを受賞。2008年になるとジェップコスゲーの前にケニアに19歳の新鋭パメラ・ジェリモが突如現れ、ジェリモに5月24日に前年に作ったケニア記録を破られた。二人は 北京オリンピックでも対戦。ジェップコスゲーはジェリモに敗れたものの、初めてのオリンピックで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。